おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日も初夏のこちら新商品ですね、雪見大福愛媛みかんご紹介します。見て、瀬戸内からのお届け物、愛媛みかんってね、爽やかなヨーグルトアイスに愛媛みかんソースっていう、まさにさっぱり爽やかな感じがしますけどね。雪見大福のみかんだって美味しそうと思って。みかん原料のうち 72% が愛媛県産です。結構愛媛の感じをドンと出してきてますね。早速じゃあ開けていきましょう。というか、開けたんですけど、今日はね、綺麗に断面を見せようと思って切ったの。さっきちょっと準備いいでしょ、いつもより。よいしょ。あ、なんか中に書いてある。皆様へ、雪見大福愛媛みかんを食べてくださりありがとうございます。爽やかな美味しさを感じてもらえたら幸いです。突然ですが、皆様にとって幸せは何ですか？人によって幸せを感じることは違うかもしれません。あなたが幸せでいることが幸せだと感じている人がいるかもしれません。自分をちゃんと幸せにしてあげながら、周りの人も幸せで包める人になれたら素敵ですよね。世界中が優しい幸せで包まれますように、雪見うさぎより。だって、まあ雪見大福って言えばね、もっちりと牛皮で包まれた優しいアイスですからね。もうコメントまで優しくって感動しちゃいますね。中身はね、よいしょ、ブスッとこんな感じなんですよ。結構ね、みかんのソースの色がすごいでしょ。で、早速一口食べていきます。ちょっと取れちゃったけど、うん、ヨーグルトのアイスとみかんのソースがすごく合いますね。爽やか。それがいつもの優しい牛皮で包まれてて、本当に幸せに包まれてます。美味しい。初夏にはぴったりの商品ですね。結構ね、爽やかなので、あんまりくどいアイスが好きじゃない人もこれなら食べれると思いますよ。愛媛みかんの美味しさがギュッと詰まった包まれたアイスでした。皆さんも近くのコンビニで探してみてください。それでは今日はこれでおしまいです。バイバイ。今日ご紹介したアイスは雪見大福愛媛みかんです。皆さんも近くのコンビニで探して食べてみてください。ではまた。